ダーケータクトおすすめ錬金のお時間です。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容は激闘桜舞う春の合戦録、こちらのイベントの第1弾実装装備について効果考察やっていきたいと思います。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回ミッションの方に錬金の書2つありますので、アクセもね追加されてますので、こちらしっかり獲得していきましょう。それではね、今日4つありますので早速いきたいと思います。まず1つ目、桜小僧の杖、 A ランクの杖となっておりまして、制限はなし、入手場所はイベントクエスト1の4で集めることができます。こちらね A ランクなんで簡単にいきたいと思います。おすすめ錬金としましては、桜花の舞威力か同じ技の桜花の舞魅了成功率か、こちら2択で考えたんですけども、こちらね桜小僧の特技ですね。桜花の舞に関しては射程前方ね6マスなんで全体に入るんですけども、大義大ダメージで悪くはないんですが、やはり魅了成功率がね稀にということで 20% しかないです。ここに魅了成功率を装備で頑張ってで 12% 持ったとしても、特殊効果と合わせて 17% 稀にでプラス 37% ということなので、理論値漏れても最大超弱点相手に 70% ぐらいかな。最近は耐性とかも開花とか装備でついてたりするので、魅了成功率がちょっとね確定じゃないので、ここは微妙かなと思いますので、だったら大義の威力ってねなかなか上げきらないので、桜花の舞威力を3つ持ってあげていいんじゃないかなと思います。特性のね物理大義で攻撃受けた時の稀に魅了に関しては装備がね乗らないので、ここも魅了成功率にする意味があんまりないところですかね。ということで桜花の舞威力を3つ簡単につけてあげてください。重要度はね星2としておきます。使うところがねやはり桜小僧専用だし、系統の A ランクのみ、今回のねマスターランクみたいな、さらに魅了とかねバギーが通らないと使わないという感じなので、今回は交換序分だけ100回だけやっていただいて、錬金の書だけ獲得していきましょう。まあ、一応錬金だけ簡単にしときましょうかね。まあ、こんなんでいいかな。はい、交換所でね集めきらない場合は杖の錬金石 A とかね使っていただいて100回やっていただくのもゴールドのね節約になると思います。それでは2つ目いきましょう。2つ目、国崩しの刀、今回のガチャキャラの専用装備となっておりまして、 S ランクの剣、制限はなし、イベントクエスト1の5で集めることができます。基礎効果は HP がプラス30、攻撃力がプラス30で、特殊効果が物質系の HP プラス30となっております。ちょっと珍しいですね。ポイントとしてはやはり特殊効果に威力が乗ってないというところになるかなと思います。抽選一覧見ていきましょう。全部で30ありまして、錬金レベル2になると銅の効果を抜いて21、5種という感じです。烈風戦国山が 24% の3つ、豪放国崩し、大義の大ダメージが 24% の3つ、虹の効果に攻撃力があって30のデフォート合わせて60、金で HP が237の特殊効果基礎効果合わせて297マックス、これ高いですね。素早さはデフォにないのでプラス51となります。おすすめ効果としましては、まずは国崩し所持の方は物理か大義の威力どっち盛るかという感じなんですけども、私的には豪放国崩し威力持ってもらってもいいんじゃないかなと思います。今回ね合法国崩しに関しては初めての攻撃力依存の大義大ダメージということなんですが、攻撃60の威力なしより攻撃30の威力 24%、まあ、20% 以上かな、錬金で漏れればそちらの方が火力は高くなると思います。なのでどっちかを盛るという場合は、私は国崩し合法の方がいいかなと思います。理由としましては、攻撃力3つ持ってもらってもどっちにも乗るからいいんじゃないと思いがちなんですが、烈風戦国山の方は特殊効果に威力がないので、攻略とかで戦国山中心に使っていくんであれば、こちらのね城塞の金槌貝斧になるんですけども、物質系物理力が 5% 乗りますので、こっちで物理力とかね抜群とかしっかり持っていって
して使ってあげる方が全然変わりは効くかなと思います。あとまあ普通にね、わだつみの鉄球が強すぎるので、これが結局一番いいかなっていう感じですね。戦国山だけで行くんであればメタキン剣が一番火力出ると思います。まあ2本目3本目となってくれば戦国山も悪くはないんですが、大義のダメージってね、なかなか上げにくいので、合法がまだ使いやすいかなという感じですかね。個人リーグもね、やはり始まりましたので、手動で攻めで使ってあげれば十分に国崩し強いと思います。移動封じってね、意外と通ったりしますので、射程4、5で当てれるのはかなりいいんじゃないかな。あとね、ステータス盛りも全然ありです。あとですね、国崩しに関しては素早さ速いメカ系というわけじゃなくて、どっちかっていうと耐久系の不屈があったりとか、移動力上がっていくタイプなので、国崩しにつけるにしても HP が結局使いやすいのかなと思ったりします。他にもね、こちら見てもらったらわかるように、物質系の系統で天の門番、メカ番、あとね A ランクのピサロナイト、国崩し未所持の方も含めて HP 盛りがかなり使いやすそうかなと、出番かなり出てくるんじゃないかなと思われます。やっぱり個人リーグもね始まるので、 HP 盛りの更新として作ってあげるのがいいんじゃないかな。他にもね、パーシバルとかヘルカッチャ、ストーンマンとかも最近始めた方だったら特にHP 盛りがいいんじゃないかなと思います。普通のね、剣だとプラス282マックスなんで、まあ、大体260後半から270ぐらいしか盛れないんですけども、錬金なかなか揃わないんでね、今回頑張って作ってあげればマックスが297なので、270後半から285への HP 盛りが作れるという感じになると思います。なのでこちらの装備は重要度星 4.5 つけさせていただきますので、まあ、錬金の書ね、ちょっと使える余裕はないんですが、余ってる方は1枚ぐらい使ってあげて錬金してあげてください。ちょっとだけ錬金しましょう。22連 HP 盛りってね、なかなか揃いにくいので、錬金レベル2にしてからしっかり揃えていく感じになりますかね。とりあえず更新しときましょう。では次行きたいと思います。3つ目は、今回のマスターランク検定で国崩しの勲章をね、ミッションで取っていただいて、こちらの交換所で桜花の兜っていうのが取れます。9枚で獲得することができますので、頑張って取っていきましょう。ただね、素材が集めれませんので、錬金する場合は兜の錬金石 S を獲得する必要があります。こちら基礎効果が守備力プラス12、特殊効果がギラ属性威力 1% となっております。ここ 2% じゃないんですね。そこがちょっと微妙かな。抽選数としましては、虹の効果にギラ属性物理力が 2%、 マックス 6% の虹と金しかないので2つ、ギラ大義耐性が 24% の3つ、HP が虹で持ったところでプラス51の3つ、守備と素早さは基本的に×としておきます。おすすめ錬金としましては、錬金される場合はギラ物理を 2% 虹のみ取っていただいて 1% は捨ててください。ギラ属性威力の 2% を1つか2つ虹で引ければプラス大義耐性1から2、もしくは素早さつけておくのが使いやすいかなと思われます。理由としましては、 HP、守備、素早さに関しては他の装備で攻撃防御タイプ基本的に上げることができます。まあ、防御はねちょっと少ないですが、まあ、10、15持ったところでって感じ。そしてギラ属性大義耐性に関しては、まあ、ギラプラス大義っていうね2つ限定されるのでかなり使いにくいです。あとね、この装備をじゃあつけていくんであれば、こちら普通の桜花の鎧ですね、兜じゃなくて鎧の方で、特殊効果にギラ属性耐性ついてまして、抽選一覧の方に普通にギラ属性耐性を盛ることができます。なのでどうしてもね、ギラ属性耐性が必要だなってなった時にこちら錬金し直してください。こっちだったらギラ属性そのものをね耐性盛ることができますので、やはり大義耐性のみっていうのはねかなり微妙かなと、使いにくいかなと思われます。必要になった時に装備錬金はしていくのが一番使いやすいかな。ということで重要度に関しては星 4.0 としておきます。ちょっと今回は錬金まではいかないかな。兜の錬金石 S を使わないといけないし、さらに素材集めれないので錬金の書2枚も必ず使わないといけないとなってきます。ってなってくると、じゃあ兜ですね、兜で
変更をかけていくと優先度っていうのがねやはりありますので、一番使ってるのはこちら天空の兜かな。物理力 6% 英雄系は盛れるので、別にギラで盛らなくてもデボラとかでも使えます。まあ、今回のキラマジンガとかだったらワンチャン使うのかな。そして大魔王の仮面とかね、こちらも物理力も漏れて物理耐性も漏れる、やはり優秀ですよね。こっちが優先になるし、優先順位としてはこちらはぐれメタルヘルム、これがいいかなと思います。その属性にねとらわれず耐技耐性をそのまま漏れますので、錬金するんだったら兜なら私これが一番いいかなと思いますので、兜の錬金石 S 使っていただいて錬金するんであればハグメタヘルムを耐技耐性で打ってあげてみてください。こっちにもねギラ属性耐技耐性あるので、虹で 3% とか金で 2% 引きつつ、まあ揃わなければ耐技耐性もつけとくみたいな感じでいいかなと思います。ではその流れでね、もう4つ目いきたいと思います。こちらも同じく不色紙の兜、基礎効果同じで特殊効果はゾンビ系のヒャド属性耐性が 6% と、こちらね類似装備があります。こちらです、刀竜の兜っていうのがね最近手に入ったやつなんですけども、持ってない方もいるかもしれませんが、ハテナ系のヒャド属性耐性を盛ることができます。さらにハテナ系のメラ属性威力が 2%、 二次効果で盛ることもできると、ユシュカの時かな実装されました。こんなイメージでね、威力がまあ 2% 盛れば、虹が来ればつけてあげて、基本的にはヒャド属性耐性を持ってあげるのが一番使いやすいかなと思われます。ということで今回の不色紙の兜に関しては結構ねつけるイメージがねある装備なので、ゾンビ系のヒャド属性弱点で言えばゲマとかギンギーラ、この辺を主にゲマなんかね使ってる方は多いと思いますので、こちらつけてあげるのもいいんではないでしょうか。ゲマね魔法タイプじゃなくて攻撃タイプなんで、こちらの不色紙兜つけることができます。こちらの兜と氷のイヤリングつけてあげれば 21% を盛ることができて、耐性をね大弱点から弱点に減らすこともできるという感じなので、結構重要な装備なんじゃないかな、いいと思います。ただ注意点としましては、錬金石のみしか錬金できませんので、重要度は星 4.5 ぐらいつけておきますが、錬金する場合は必ず錬金の書2枚は使っていただく必要があります。なので優先としてはハグメタヘルムやっていただいて、大魔王の仮面とか大勇者の冠、天空の兜、この辺の錬金し直しも終わってれば不色紙兜を錬金して、それでも余ってれば王家の兜やるかなという感じで考えてみてください。いかがだったでしょうか。あとねアクセサリーとシュバルツの専用装備が来ておりますので、残り4つの装備に関してはまた別の動画でおすすめ錬金動画作りたいと思っておりますので、よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それでは。